前山田健一は、日本の男性ミュージシャン、音楽プロデューサー、作詞家、作曲家、編曲家、動画投稿者、血液型大型、大阪府大阪市住吉区出身。歌手やタレントとして活動する際は、ヒャダイン名義を用いている。作曲家としては、ファイブエース所属。タレント、ヒャダインとしては、スターダストプロモーション所属。父親は、 沖縄県石垣島出身のカメラマン。3歳の頃からピアノを始め、中学の頃にはシンセサイザーで打ち込みを始めるようになる。大阪製工学院高等学校から、京都大学総合人間学部に進学し、京都アカペラサークルクレイジークレフでアカペラを始める。卒業後、作詞家、松井五郎への弟子入りを経て、2007年より、 事務所に所属し本格的に音楽活動を開始するが、泣かず飛ばずの状態だったという。この頃にニコニコ動画に出会い、投稿された動画に刺激を受け、ヒャダインの名前で投稿を始める。ゲームの BGM をアレンジし、自作の詩で歌った曲は、口コミや SNS などを介して徐々に広がり、日本国内のみならず、世界各国からアクセスが増加。 好意的な反響を得るようになる。こうした反響が本人にとって自信となり、これが転機となってスーパーラブに移籍以後 J-POP やアイドルソング、アニメソングなどをはじめとする幅広いジャンルの楽曲を手掛けるようになり、数々のヒット曲を生み出すまでに至る。オリコンシングルチャート1位獲得の快挙も成し遂げた。当初、 ヒャダインとしてはプロフィールを公開しておらず、その蘇生は、謎とされていたが、2010年5月5日のヒャダイン、名義でのブログにて、前山田健一個人であることを告白。プロであることを告白した後も、ヒャダインとしてのニコニコ動画での活動は続けており、その一方で正体を明かしたことにより、前山田健一としての顔出し出演も増えた。2011年4月、 テレビアニメ、日常のオープニングテーマ、ヒャダインのかか,かた片思いシーにて、歌手として、ヒャダイン名義でもメジャーデビューを果たす。同作では前、山田名義にて作詞、作曲、編曲も担当した。レーベルはランティス。2011年7月25日、自身のツイッターアカウントにて、スターダストプロモーション芸能三部と、業務提携を結んだことを発表した。 2011年8月27日、埼玉スーパーアリーナにおけるアニメーロサマーライブ2011に出演。2万7000人の前でパフォーマンスを披露した。2012年4月30日、自身のツイッターアカウントにて2012年5月から、5ースに移籍することを発表した。スターダストプロモーション芸能3部との業務提携は、継続。雑誌。 GQ 主催により2012年11月19日発表された GQ Men of the Year 2012を受賞。2012年に活躍した男性として、小田裕二、村田亮太、北島康介、有吉弘之らと並んで選出された。2013年1月28日付、オリコンシングルウィークリーチャートにおいて自作記録が トップ10内に3曲ランクインするという快挙を成し遂げた10位で、うんぱくみ。インク、WWD。2014年12月27日公開の脳年、イナ主演映画、怪月姫の劇中音楽を担当することが発表された。アイドル妖怪かわゆしあいリア会い、公演赤丸ダッシュ、あそうなつこ。 ジャムオールスターズ2014アッパレ、アナサー男子三人衆、アバレル君アンジュルム、アンノーンナンバー、イーバリホイコールラブ石田優子いないいないバー、上坂すみれ浦島坂田船 AKB48、ABCZS、スパイシー FT アイランドエブリーイング、大島舞太田ヒ美大森康子、小倉忠乙女新東、小野大輔アイドルスクール患者に8、 カントリーガールズ騎士団、キスマイフットツーキツネ、エグジットキングプリンスギャングパレード、クボユリカ96ネコ、ケケミオケラケラ、ゲロコーダクミ、ミソノゴーヒロミゴスペラーズコブシファクトリー小松ミカコ、コムロテツヤ VS ヒャダインゴリッパラ、コンドーヨジサイレントセイレーンザコインロッカーズ、佐々木彩香助キシャゲさよならポニーテール沢田チカコ、シーナリンゴオ様は時代。 ジェルクブ SPR5 ショコタンサッチャンしもつけコージュースイコールジュースシリツエビス中学スーパーガールズスフィアスマップズル赤飯高城レニ高橋南タコたこきレインボータツノコプロダクションランティスチームシャチホコ近すぎプリンセス蝶々特急チョコレートプラネット,ネット月島キラリスターリングくすみ小春津田みなみ佐々木智代よ原島アカリティアラディッシュ D-51D ライト DJ、八い一郎寺島拓馬伝ぱ美、インク、東京力車東方新規ときめき宣伝部9、中川翔子中島愛長島春流伝プロジェクト、なお夏の魔物流れ星何わ男子にしやすかじの、コンキスタドールノースリーブスの飲み屋巻き爆捨て外噛んだ一丁目は、他の当たる蜂蜜ロケットパフィーハヤブサバンドじゃないもん。 友の富子るかハロプローオールスターズヒーラギキリオピコ、ヒゲツチナビオンズ平井ンヒライケンヒラノアヤ、星屑スキャットフィアー。アンドロージングイラスベガスフィッシャーズフィロソフィーのダンス、福原遥か、トマツ遥かベイビーレイズ、ジャパンベースボールベアーベボガ。ボーイズワンドメンマイキチ、前島アミマスダケイコマックスマリア。 三浦優太郎ミルクスミルクス本物ミサミサミズキナナ、ミミメメミミ,ミ,ミツモリスズコミルキーウェイミルキーホームズメロン、記念日、モーニング娘。桃色クローバーゼット森口ヒ子山崎マ三郎山下智久やなぎなぎゆい香おりゆず、横山大輔横山ルリカ、吉木リサラベンダーリトルグリーモンスターリンクリサリシェル。 ルートファイブレブ、フロム DVL ロッカジャポニカ渡辺真由、アイドルマスターシリーズアンサンブルスターズ。異世界カルテット、音劇頭文字 D フォースステージ会長はメイド様。ガブリールドロップアウト勝手に改造キラリン、レボリューション。ソうくれ。こっくりさん、クレヨンしんちゃんゲットアップ、ゲットライブ、スターテイルズささみさん頑張らない、シャイニングハーツ幸せのパン侵略。イカ娘。 鈴宮春日シリーズスロースターとチャギントン、毎日エブリデイファンタジック QMDD 北斗の剣、D4DJ ファーストミックスで、んじゃらすじいさんじゃ電波女と、青春男日常シリーズニャンパイアザアニメーション、ノブナガンバックマン。シリーズパックワールドハンター、ハンター、パンチライン魔法使いプリキュア。三つどもえ、シリーズ宮川家の空腹ももクリラキスタシリーズゲーム。 アニメ等の BGM を作し、作曲し、老人から、子供、男性や、女性のいろいろな声を作り多重録音の手法で、動画サイトに投稿している。また、PV には、女性キャラも使用しており、ヒャダインのかか,かたオ思いしーには、アソうなつコ、ヒャダインの、上々友情には、元と色クローバーの早見明かり、クリスマス何それ美味しいのには、 高山祐子が出演、笑いの神様が降りてきた。では、肘井美香が、ヒャダル子役を演じている。ヒャダインとはもともと RPG ゲーム、ドラゴンクエストに登場する呪文の一つである。これを別名として選んだ理由については、ヒャダインは不遇の魔法なんですよ。強いはずなのに、使いようがないですね。ドラクエ3では、先に、 もっと強いマヒャドという魔法を覚えてしまう。ドラクエ追いにおいても覚えるのは、ブライという爺さんが使うんですが、体力のなさから終盤では、スタメン落ちする。その不遇感がたまらなく好きだったんですよと語っている。シングルアルバム映像作品タイアップ現在過去。ありがとうございます。